クリス・コーエンはイングランドのッジ出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションは MF。6歳の時にウエストハムユナイテッド FC のスカウトに見出され、同クラブのアカデミーで育成された。2003 0 4シーズンからトップチームに昇格し、2003年12月13日のサンダーランド AFC 戦でトップチームデビュー。この時わずか16歳で、 過去80年間に受けるウエストハムの最年少デビュー記録となった。2005年11月、出場機会を求め、フットボールリーグ1のヨービルタウン FC に1ヶ月の短期レンタルで加入。1月、レンタル期間をシーズン終了まで延長。2006年6月28日、完全移籍に行し2年契約にサインした。2006年7シーズン終了後、 サポーター投票でチームのベストプレイヤーに選ばれた。2007年7月6日、同じリーグ1のノッティンガムフォレスト FC に移籍。契約は4年で移籍金は120万ポンド。負傷で出遅れたものの、復帰後すぐにレギュラーに定着。チームのリーグ準優勝とフットボールリーグチャンピオンシップ昇格に大きく貢献した。二千八零九シーズンも引き続き主力を担い。 シーズン終了後のサポーター投票で、チームのベストプレイヤーに選ばれた。2009年5月、契約を2013年まで延長。2011年9月、ダービーカウンティーフとートのイーストミッドランズダービーで、膝の人体帯を断裂する重傷を負い、全治1年と診断された。長いリハビリの後、2012年8月に戦列に、復帰。10月8日、 契約を2016年まで延長。2012-13シーズン終了後には、自身二度目となるチームの年間ベストプレイヤーに選ばれた。2013年7月31日、チームの新キャプテンに任命された。ところが2013年11月23日の、バーンリー FC 戦で膝を負傷、シーズンの残りを棒に振った。2014から15シーズンは、 開幕からスタメンに復帰するも、9月14日のダービーカウンティ FC 戦でまたも膝を負傷。全治9ヶ月と診断され、3度目の長期離脱を余儀なくされた。15ヶ月間にも及ぶブランクを経て、2016年1月2日のチャールトンアスレティック FC 戦で復帰。2月17日、2016年夏までだった契約を1年延長。 5月7日のミルトン・キーンズ・ドンズ FC 戦で、クラブ通算250試合出場を達成。2016から17シーズン最終節のブラックバーン・ローバーズ FC 戦で、全公式戦、通算300試合出場を達成。5日後、クラブとの契約を1年を延長。2018年4月28日のブリストルシティ FC 戦で後半44分から、 途中出場したのを最後に現役を引退したユースプロ。ありがとうございます。